きチャンネル。ちょこんにちは。さあ、ドラフト編成評価チェックということで、はい、最終回は、うん、阪神タイガースっていうね、はい、うん、まあ、38年ぶりの日本一っていうところでね、はい、締め切りましたけども、うん、まあ、前回ね、この2019年にあのこのドラフト編成スカウトのチェックを行った時は、はい、阪神のスカウトは編成本当にヘボだっていうね、言ってましたっけ。言ってたらしいのよ、俺はもう忘れてたけど。4年前、うん、4年前はもう阪神はもうヘボいなって言ってたらしいけども、はい、まあ、そっからね、はい、どういう変化をしたのかね、はい、見ていきましょうということで、はい、改定されるのは2014年ドラフト3位江越、無印から B、うん、これは日本ハム一手でしょ、うん、だから去年日本ハムで B になったっていうね、うん、はい、坂本誠志郎が無印から S、うん、ベストラインか、ゴールデングラブか、ゴールデングラブか、うん、で、続いて2016年ドラフト1位大山が A から SS、うん、で2017年、無印馬場が B、うん、でも巨人移籍、行きました、うん、で2018年近本 S から SS、 おでドラフト3位の木浪が B から S、うん、で19年から新しくドラフト1位西、2位井上、3位及川、無印、うん、で20年ドラフト1位佐藤が AA、うん、で2位の伊藤正史が AA、 で3位の佐藤無印、うん、で21年森木、鈴木、桐敷全員無印、うん、で22年森下、門別、いつぼは無印っていうね、うん、ところになってますけども、はい、まあ、前回に比べたら、ね、近本が SS になって大山が SS になって、はい、坂本が S になって木浪も S になって、うん、前回4年前から比べると1,2,3,4,4つ S 増えてるからね。そうですね、うん、だってその前までが S があんまりいなかったんですよね。ほぼいない、うん、ね、藤波の S だけで、あとはもう能見まで帰っちゃうからね、2004年、だから10年ほぼ10年いなかったんですね、うん、しかも A もねほぼほぼいないしね、うん、岩田、榎田、岩佐だけで、うん、それはヘボって言われるよね。そうですね、2いないもん全然、うん、それがこの近年で S が結構増えたってことですね。そうだ、だから野手で考えると、で坂本が S でしょ、はい、で大山が S でしょ、うん、でセカンドが中野がドラフト4位か6位か6位かな6位か、うん、で、まあ、S になってるよね、はい、でサードが佐藤輝、はい、1位で AA でしょ、うん、でショートが木浪、はい、ドラフト3位で S でしょ、うん、でレフトはまあノイジーだったでしょ、はい、で近本が SS になったでしょ、うん、でライト森下が、まあ、無印だけど、うん、最低でも B はつきそうだね。そうですね、今年、うんうんうん、っていうことを考えるとドラフト1位から3位でほぼ野手、うん、球界の頂点みたいな坂本でしょ、うん、大山、佐藤輝、木浪、近本、うん、森下で、うん、まあ、森下まだ印ついてないけども、うん、ドラフト1位から3位までで、うん、レギュラーしっかり揃えてるってすごくない、はい、で下位から支えて中野選手が出てきたりっていう、そうそうそう、だからいいところだね、うん、でも若干ちょっと不安視されるのが、はい、ピッチャーが上位で取った選手で、うん、っていうのがいないのよ、誰、伊藤将司が AA になったっていうだけで、はい、まあ、今年の去年の先輩でいうと村上下位でしょ、下位だ、で大竹は育成ドラフトでしょ、はい、ソフトバンクだし、うん、で青柳も下位でしょ、うん、あ、そっか、で西純也はオリックスからだから、はい、自分たちじゃないでしょ、うん、西勇輝、ね、あ、西勇輝ね、うん、で西純也がもうちょっと頑張れるかと思ったら、そうですね、まだちょっともう一皮むけないでしょ、うん、はい、で才木が2016年ドラフト3位、才木が、うん、まだ無印なんだよ、はい、だからまあ規定投球回行ってないのと2桁勝ってないっていうところ、うん、で、まあ、今年はいきなり A とかになりそうだよね、うんうん、正直ね、はい、でリリーフも岩崎が下位でしょ、はい、で湯浅は育成でしょ、あ、そっか、で石井も下位でしょ、うん、はい、で桐敷もね、うん、耳は無印だけど、まあ、B にはそのうちなるね、うん、はい、で島本も下位でしょ、うん、っていうところで言うと、まあ投手陣が野手投手陣下位が支えてるけど、はい、ちょっともうちょっと投手陣上位でうまくはまっていければ、うん、えぐいぐらいのチーム力になるっていう、ね、はい、ところはこのデータからあるけどね、だから、まあ、門別ね、今年、うん、門別くん、はい、門別がうまくいったら、まあ、A の可能性もあるし10勝ね、うん、する可能性もあるし、はい、でも先発でいくと多分10勝しないんだったら B もなんないと思うね、うん、規定投球回行って10勝しないって多分ないと思うから、はい、で桐敷ね、うん、ここが B ぐらいにはなりそう、はい、で森木がもうちょっと出てきてほしいよね、うん、そうですね、うん、で及川が桐敷島本にちょっと今負けちゃってる、うん、で岩貞もいるし何気に左のリリーフが熱いんだよね、うん、
阪神ね、ちょっと負けちゃってるっていうところもあるし、西純也もそろそろ、いやそうですね、正投球回ね、まあ、最低でも投げるぐらいの先発で出てきてほしいっていうところもあるし、はい、高橋あるとかね、ガラスのエースがいるから、はい、もう、まあ、ここはなかなか難しい。で、まあ、最強は A は行くでしょうっていうね、はい、ところもあるんで、まあ、あと 1,2 年したらもっとピッチャーがちょっと良くなってきそうかなっていうところはこのデータ上はあるけども、はい、野手がほぼほぼドラフト上位で全部球界のトップクラスになってるのはすごいかなっていうところ、うん、そうですね。しかもそんなにベテランに頼ってなくて近年のドラフトで結構賄ってる感じも、そうそう、だからね、ここまで見てみると阪神ってドラフト3位までだけで考えると中3年の岩貞、はい、だから12年より昔の人誰も出てない、おー試合野手はすごいよね本当に、はい、そうですね。これでピッチャーのね本当に上位で取る選手が、うん、だから今年の1位誰だったっけ、あれだ、上村じゃなくて下村、あ下村くん、上じゃない下、うん、下村ね、はい、1位で取ってそこがうまくはまってくれれば、うん、投手も上位のやつが上がってくるから、うん、比較的今まで、うん、野手でこんなにヒットがある球団ってなかった、ね、なかったですね。どっちかっていうとピッチャーは多いけども、うん、野手がちょっとなみたいな感じだったんですけど、阪神はどっちかっていうと野手がきっちり仕事して結果残しつつ、うん、はい、でピッチャーは一応下位の人たちが支えつつ育ってきてる感じは、うん、しかもまだね進出しないけど小畑とかもねこのドラフト2位ね、はい、2位3位で小畑木浪だから、うん、どっちかが球界のトップクラスになってどっちかが穴埋めできるっていうところでは、まあ、いい編成もしてるし、はい、これからランクがつく選手がまだ結構見えますよ ね、 そうだね、うん、だからこの井上がねこの森下の台頭によって、うん、ここがそのまま消えちゃうのかどうなのかっていうね、だからここら辺はやっぱりこの外野とか内野を厚くしたいっていうところで、うん、19年2位に井上、うん、20年1位に里輝で、22年、ね、外野で森下っていうところはこの多分井上があまりはまらなかったっていうところと、サトテルをサードにコンバートさせるっていうところで多分森下を行ってたと思うんだよね。ここで井上がもし出てたら森下行ってなかったと、うん、そういったところではちょっと井上がねドラフト編成で見ていくとキロに出られるか、うん、キロに立たされていく可能性もあるから、うんうん、まあ、高卒だったからね5年目22、23、5年目だよね、うん、そういったところではもうそろそろちょっと結果がね、はい、試されるっていうところでもあるから、うん、だからこれピッチャーがここのね、はい、この19年ぐらいからの人たち、井上純也、及川、うん、で伊藤将司もタイトルとエースになるし、森行、桐敷、門別ぐらいが一気に出てきたら、うん、はい、この投打のバランスマッチしやな、厚み増しますね、うん、だからこの上のところで野手を揃えて、ここから今からピッチャー揃えて、あと下村とかもね、うん、今年もいるし、はい、そういったところでは戦略上もいいし、うん、うまくいないところもハマったところが38年ぶりの優勝かな。ただ、はい、ね、上位でやっぱピッチャーの選択でもうちょっと印つけたいなっていうところの高望みはあるけども、はい、まあ、そこを足りないところをね、うん、あの下位で補ってるっていうところでは、うん、ドラフト戦略としてはいいんじゃないのかなっていうね、うんうん、まあ、足りない、まあ、これからでも再起投手とかもついていく可能性は ね、 そうだね、あるわけですからね、うん、でパーセンテージで言うと、はい、19年前だと B が 28.21% で A が 8.97% で S が 10.26% で 47.44%、まあ、5割切ってるっていうね、うん、ところはあるけども2023年入れると B が 25.56% で約 3% ダウン、うん、で A が 8.89% で、0.1% ダウン、うん、で S が 12.22% で、こちらは 2% アップ、うん、で全体的には 46.67% で、まあ、5割いってないんだよね、うん、だからその過去の広島とかベイスターズに比べると取った選手の割合でいうと確率はやっぱ5割超えてないんで、ちょっと低い、確率としてはちょっと低いけども、そのやっぱ S にいきなりなってる選手たちが多いんで、うん、そこがやっぱり強さを発揮しているのと、やっぱりドラフト上位が野手をしっかり固めて、うん、足りないところを補えて選手も頑張ったっていうところでは、うん、編成の思惑と、うん、その選手たちの能力と現場の足りないところを補うっていうところが全部三位一体となって良かったところが、まあ結果につながったのかなと、うん、あとはまあ何度も言うようにピッチャーがもうちょっと上位で当たりを引ければさらに強靭なチーム作りができるなっていうところもあるんで、まあそこら辺は今年のね1位の下村君をねどこまで伸びるかっていうところを、はい、まあ、期待したいかなっていうね、今の強さでもっとこう活躍していったらパーセンテージだいぶ一気にこの1、2年でグッと上がりそうな、うん、でももういない選手もいっぱいいるからね、2012年後もう北条はいないし、うん、でね、ヨーカーとか、まあ、横田も残念ながら亡くなったっていうところもあるんで、うん、ヨーカーも西武にね、うん、行った、
で横山、石崎もいない、江越もいない、ああ本当だ、竹安いんのかな、いないでしょ、うん、竹安いないで、大野も育成だよね、うん、オリックスのね、うんうん、で佐伯はいる、高橋春人は怪我、うん、で熊谷はもう足で、うん、で小畑はいる、だから結構いない選手も多いんだよ、ランクついてない人結構もうすでに、そう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 、だから見切りは早い、そうですね、まあまあでもそれも必要だからね、うん、正直ね、うんうん、誰だらと長く雇用しててもチームにとってプラスじゃないんで、はい、ダメだったらだから無印はね、はい、ほぼいないもうそうですね、うん、だから見切り早いね、はい、うん、ダメだったら切る、はい、まあ、これはでもいいね、はい、編成としてはね結構早いですね、うん、でもそう使えないんで、うん、早く切った方が選手にも幸せだからね、はい、他の球団に行く可能性もあるしね、うん、見切りをつけて次の人生っていうところもあるんで、うんうん、でピッチャーがね、はい、ピッチャーちょっと買い支えしてるから、うん、これを上位がもうちょっとあと2人、2、3人増えればさら、うん、に強くなるから、はい、まあ、野手はでも素晴らしかったですね、そうだね、うん、そういったところではまあきっちりね、そこら辺は三位一体となったところがね結果につながったのかなと思います、はい、はい。